レンジで簡単、キャベツと肉団子で洋風蒸しを作っていきます。ビニール袋で豚ひき肉 300g、 コンソメの素小さじ2、おろしにんにく 2cm、 片栗粉大さじ1を混ぜます。キャベツ1/8分の1をざく切りしたら耐熱皿に広げます。ビニール袋の端をカットしたら団子状に絞り、ラップして600ワット8分チンしたら完成。